こんにちは。はい、こんにちは。ええ、片山さんとお届けしています。はい、伝説のレーサーシリーズ。はい、今日は楽しい、私の大先輩。はい。えっと。かなや秀男さん日。日本人が続きますが。はい。このかなや秀男さんの話は片山さんからよく。僕は。はい、まあ、当然。ね、お名前をお聞かせいただいてます。もちろん、ヤマハでも肝入りのトップライダーだし。 えーまあ、亡くなられたヤーノ・サーリネンさんとうん、うん、1位、えー、2位を競い合った、うん、あそれほどの、えー、500cc のビッグマシンから、うんえー、50cc のスモールマシンまで、うん、まあ上手に乗りこなすライダーで、えー、俺は 50cc と 500cc を同じ日のレースで乗りこなせるなんていうのはもう想定考えられなかったね。 同じ日に同じ日に、まあ、鈴カサーキットでレースがあって <laughs> 金谷さんは 500cc c c の5 0の,のレースをした後に 50cc のレースだったかな。1> <ー>うん、であの1枚 S 字に入る 50cc で S 字に入るきれいな左コーナーの金谷さんの写真を見たことがあるんだけども、はい、それはそれは綺麗なフォームで。 多分当時で一番綺麗きれいフォームを日本人でしていたんじゃないかな腰がキャッと入った<ー>、うん、あの人の乗り方が多分に一番綺麗きれい乗り方だったと思う片山さんのどれぐらいの先輩なるんですか年齢にすれば5つ6つじゃないかなのその木の木実レーシング出身ですよねそう片山,片山よし美さんのまな弟子 えっと、もう片山さんが木の実レーシングに一緒に参加した時っていうのはもう,もうすでに金谷さんはヤマハのファクトリーライダーだからあは、うん、えヤマハのファクトリーライダーは当時は本橋さん、三室さんそれで、うん、え金谷さんという、えーまあ、川崎さん入れてですね川崎さんがちょっとだけ年下かな、えー、一番年上は三室さんか。 うん、で、本橋さん同じ世代ぐらいですね、うんえー、で、この順番で次に金谷さんがいて鮭、えー、さん、川崎さんが並ぶこの4人が名実ともにヤマハのトップライダーだったところに、うんえー、俺とお高井育次郎さんが、えーまあ、セカンドライダー的にあの二軍入りしたという感じでその当時は片山さん二軍そうだよ、ね、あの その4人はあのどえらく速かったしねあのレースが始まったら何クソで俺たちは戦いはするけどもでも実際その熟練した乗り方というのかな、うん、あのテクニックといいそれからあのレースに対する姿勢というかあの非常にあの昔のライダーの方ってま、えー、っすぐすぎるほどまっすぐだよね。うん 俺がちょうどあのやんちゃな世代からあの根性大嫌いでずっと育ってきたんであの俺たちの一世代上の人たちは当然俺の世代でも根性第一主義で走ってるライダーはたくさんいたでも俺はちょっとお、えー、のー新しいニューミュータントのタイプの、えー、細胞脂質を持っている男だったんで <laughs> <laughs> だからあそういう。 根性があるということ自体が、うん、あのレースで長く生きながらえて速く走るということには直接結びつかないと、うん、あの他の道具を使わない競技とは全く違うもっと理性が必要なスポーツがモータースポーツだというふうに俺は理解してたんで。 あの俺の性格には合ってたっていうのかな。だから自分に足らないものは利己的な姿勢なんで、んえー、それを磨いていけばいいと。ああの元々持ってた根性主義はこれは必要ないと。<laughs> だ大体あの学校のクラブは俺大嫌いだったからあ、学校のクラブ当時思い出せばすべてが根性主義なんですよ。<性>お分かりの通りで。え、はい、今でもそういうクラブのね姿勢ってあると思うんだよね。んんでも。 あのそういうのが脈々と受け継がれていた日本のスポーツ界の中でモータースポーツもそうだったから、うん、あ当然そういう世界で、えー、年功序列であの学んできた人たちはあものすごく紳士でですすよよね、えー、ジェンントルマちょっとあの遅れましたが、はいえー、金谷秀夫さんのプロフィール 読まていいただそうだね、俺があまりにも知りすぎてるから、ぜぜひひもしこのね、動画をご覧いただいている方で、ちょっと改めて説明してという方のために、ちょっと読ませていただきますそう。さっきから山ちゃん出る番になったからね、僕はいつも声だけ出してあげるよ。声の出演させていただきます。金谷英雄さん、1945年生まれ、1970年代前半の日本国内のレースで敵なしと評されるほどの速さを見せる。 ヤマハワークスライダーとしてヨーロッパのロードレース世界選手権に参戦し初戦の西ドイツ GP250cc クラスでいきなり優勝<ー>さらに 500cc クラスと350クラスで日本人初の優勝を遂げたニックネームは世界のちょっとここから飛んでエピソードをします。 えっと、川崎に所属していた1966年、うん、富士スピードウェイで開催された全日本選手権ロードレース大会ジュニア部門、うん、250cc クラスに出場、はい、アメリカ人ライダーのギャリー・ニクソンと接戦を展開した末に2位になる、うん、金谷はまだジュニア現在の国内ライセンスのライダーだったその速さはライバルチームにも知れ渡っていた、うんうん、ヤマハは金谷・ プラス、川崎の優勝を絶対に拒むためアメリカですでに一流ライダーだったニクソンを再び呼び寄せ日本のレース統括団体 MFJ にジュニア登録させるという裏技を使ったと言われているその時はそしたら川崎に川崎を乗ってたんだねねえみたいですね金谷さんね、うん、はいでギャリーニクソンも川崎いやいや、えっと ヤマハがギャリー・ニクソンを読んだんですねああ、そうなんだ、えーはい、ニクソンはその後川崎を乗ってたはずだねなるほどあそうなんだ日本、えっ、ー、と、そうですねで、本場アメリカの一位ライダーと語学に渡り合ったことでカナヤの評価はさらに高まったという意見があるとへえー、次に1973年の話です、はい、世界 GP5250cc 参戦時の同僚であるヤーノ・サーリネンさんに対して、うんうん、深い友情と尊敬の念を抱いていたと当然そうだよね 3、えーリネン自己死の後、うんえー、イライバルチーム MV アグスタの、うんえー、エースだったジャコモ・アゴスティーニがヤマハに加入してきたこと、うん、およびよく1974年にアゴスティーニのサポートをさせられることに金谷、うんうん、は納得がいかない面があったらしいあそれはそそううだろうねそれが1974年、えーうん、デイトナ200での転倒重傷につながったというあ金谷さんが、はい、そんな転倒したんだ1974年デイトナで 続いていいてですか1975年の世界 GP 参戦時前半戦のみ出場して帰国したことに対し波紋が起こった、うん、ヨーロッパのジャーナリストがランキング1位のお前がなぜ変えるんだ世界チャンピオンになりたくないのかと質問したのに対して金谷は「勝つののはアゴアゴスチーニの仕事、うん、僕には日本でのマシン開発の仕事があるんや」。 <laughs> あ,あるんやって書いて感じでそれふてくされて言うたんやね <laughs> 今草葉の陰で笑ってるけど <laughs> マーシン改造の仕事があるんや<笑><笑>という名言を残した <laughs> 関西弁で、はい、これも金谷さんっぽいですかそうね <laughs> 金谷さんっぽい <laughs> 一部でアゴスチーニにチャンピオンになってもらうためヤマハが無理に金谷を帰国させたのではないかという説も存在するえ金谷は後のインタビューで「 えーとエースのサポートとして世界 GP の前半戦だけ参戦し、うん、帰,国後帰国後はマシン開発にあたるというのは事前に決まっていたそううだと思うよ。それがエースとサポートの仕事であり、うん、不満などない僕は俺は、えー、性格的にもセカンドライダーが合っていたと思うと語っている、うん、なんかちょっと。 えー、性格的に合ってたかどうかは俺はそれは疑問ってしたいけども自分がそういうポジションで、うん、あのヤマハからあそう役割を与えられているということは非常によく認識できた方だよね。だから あのニューミュータントみたいにわがままを言って急に何かをしたいとか、えー、チャレンジするようなことはしなかった義理人情で生きている方の。なんか日本人らしいこの真面目さとか誠実さは感じられますね自分が与えられたミッション役割をしっかり全うすると、うんうんうん あの引退後はヤマハ系の有力チームであるチームカナヤの会長として若手を育成そうだねうあのショップもオープンしてあの江崎正さん、えー、それから藤本含めて、うんえー、たくさんのいい,いいライダーを育てましたねまあ育ったというかもともと早かった人たちがあの 関西にいるヤマハライダーは、はい、チーム金谷に行けという感じで,あで、ね、あの金谷さんを窓口にいろんな部品やマシンを提供してたんだと思う。うんあじゃあもうあのたくさんの有名レーサーライダーたちを育てた人なんです、ねうんね、あのまあオートバイのレースの世界で。 育てるっていうのはなかなか難しくて育ってくれているっていうのは正しいかもしれないねだから環境は与えているとその環境の中でライダーがどれだけ自分を伸ばせるかっていうのはもう本当にその本人次第だからねだから俺にしても恩師片山よ美さんが与えてくださった木の実レーシングチーム金谷さんとのご縁そういったご縁の中で いろんないい言葉を聞けるわけですよねうん、うん、身近なところででそれが環境だと思うのねうん、うん、具体的にあのコーナーはこうやって走れここはこうやってスロットルを開けろとか、えー、セッティングはこうしろとかみたいな細かなことを美に入り歳に入りうん、うん、言い続けたらうん、うん、いつまでたってもずっと言い,言い続けないとその人間は成長しないわけじゃない気づいてもぎ取っていくぐらいのあのー 自分からどんどん前に進んでいくライダーしかやはり所詮世界的にもまあ国内のトップにもなれないわけですよだからその自主性っていうものがどうやってその育まれるのかというプラットフォームを与えるというその環境がチーム金谷であったそれから遡れば木の実レーシングチームであったそういう場で育った金谷秀夫さんは やはり先人の片山良美さんのやり方をよく見てそしてそれの上を行って若手にいい環境を与えてやるということを望み目指されたんだと思うね。うん、でもいつまでたってもねあのライダーもそうだし監督業もそうだけどもあのこれでいいというところはないんだよね。うん、いつも、うん 不満があって、その不満を成績でどうやってカバーしていくかっていうある意味ハンググリードッグの部分がいつもあるわけよ。満足しきったライダーなんてあの人から見ても魅力的ではないし、うん、いつも何かに飢えてるぐらいの、うんまあ、ある種そのギラギラが良かったり、うん、そのギラギラを隠している。 姿が良かったりするわけじゃないうん、うん、でも中はグツグツと燃えたぎってないとうん、うん、地球の地震の核のようにマグマが燃えていないとうん、うん、それはある意味グツグツしているわけだからうん、うん、不満という言葉なのかうん、うん、燃焼しきれないエネルギーというのか,うん、うん、か言葉はいろいろあるけどもライダーの中でいつもそれをもたらせながら自然とその、えー、カオスだけではなくてコスモス的な。 地球の回転に変えるような整然としたあ日々の生業をできるような人間まあ、それがある種大きな器の人間になり次の大きなフィールドにステップアップできる要素でもあるわけだよね、うん、だからそういうものをどうやって言葉で与えるかっていうのはなかなか難しいことで、うん、あ書くは安し言うは安しで、うん それを実際に自分が人に与えるとしたら今日例えば俺がそれを俺が意識して山ちゃんに仮に与えたとしても、うん、山ちゃんが気づくのは5年後10年後かもしれないわけですよ。でそれを分かっていて行うというのがプラットフォームの作り手なわけよね。うん、ということは5年後10年後には感謝なんていう言葉も返ってこないわけ。もう遠くに離れている可能性の方が多いから。その時には あ,あの時の片山の一言があって気づいてくれるかもしれないけどもでも俺は与えた瞬間に環境を与えた瞬間に俺はそれで満足してるわけですよ。それは金谷秀夫さんが育てたライダーに片山よしみさんが金谷さん俺たちを育てた時に与えてくれた環境のように。だから実質の見返りっていうのは求めないというある種ななんか精神的な息に入らないと。 人間教育とは言わないけども、うん、人間をと一緒に自分も育まれていくっていう環境づくりはできないよね。うんうん、すぐ俺たたたちっっって、てて与えららありがとうって言ってもらいたいでしょ。思います。ね、であの、それを求めてないけども「ありがとう」って言われたら嬉しいから、うん、ついつい逆に自分がそれにならされていって。 渡したら何でありがとう言わないんだっていうふうに相手を思ってしまうことって多,く多々あるわけよそしたらあげないでよって俺なんか思うわけね、うん、それは単に自分にありがとうの言葉を浴びせようとして自分が与えているだけで本当に与えるという無心の心ではない、うん、おっすおっすめちゃくちゃええ言葉を今日教わった気がします 今日はたまにちょっと金谷秀夫さんのね <laughs> 素晴らしいその身近にいていろんなことを教えてもらった先輩の話になったからちょっとあの、えー、ウエットなところに入りましたがいやこれは僕もなんかちょっといろいろ悩んだりした時にこの動画はえちゃんと保存しといてお気, <laughs> <laughs> お気に入り登録しといて繰り返し見なきゃと思うぐらい。 すごい、あの、僕のハートに、しっかり覚えとかなきゃと。これ、脳みそに刻んとかなきゃと思う。メッセージや、中身、コメントがいっぱい、というような気がします。そんな、あの褒め言葉いっぱいもらえてしまったら、今回のはもう放映やめよう。<laughs> い,やい,やい,やいや、<laughs> いいやや、それは良かった。あ、そう、良かった。あの、まあ、金谷さんがそう思ってたんでしょって、うん、金谷秀夫さんが、今。<laughs> 片山隆に喋らせたわけですよ、ね、あ金谷秀夫さんでなければ今のような話はしないその先にはあの片山好美さんがおられたという木の実レーシングチームの流れでああ俺も世界に巣立っていったから<ー>、うん、で先人が成し得れなかったワールドチャンピオンというのを3代目にしてようやく俺がそれを成し得ることができたんで、うん、先人なくしては。うん やはり1977年の片山隆文もそれ以降の片山隆文もいないわけですよ。素晴らしいライダーでたくさんの俺は金谷さんのようにあのたくさんのライダーをねあの本当に一人前に育てることはできなかったけどもあの、えー、素晴らしい、えー、生き方をした仁、うんえー、に厚い義に厚い方でしたね。 うん、ありがとうございます、はい、勝山さんしっかりと僕は忘れんようにあのヤバちゃんすぐ忘れるから <laughs> <laughs> いいのよ <laughs> い人間ってのはい<や>忘れるから生きていけるらしいよやんないこと聞いたのに <laughs>、えー、こんな行動してるって思う時はよくあるんではいあのしっかり肝に銘じてでこの動画をご覧いただいた方の中にも多くの方に多分響いてるんじゃないかなと僕は思います <laughs> いやいやそんなことはないですあの,あの金谷秀夫さんの,あの素晴らしさをついつい 語ってしまいましたあの片山に今憑依して金谷秀夫が喋らしたと思ってください片山さんありがとうございますはいありがとうございました今週も金谷さんありがとうございますはいとんでもないです金谷さんありがとうございますしたじゃあ次回のライトも楽しみにはいよろしくはいさよならはいさよならいやーすごいはっはははは金谷さんもすごいけど片山さんもすごい